ですね、ロッテリアの月見を食べたいと思います。月見の絶品チーズ、美味しそうですね。こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、今日はですね、ロッテリアの月見を食べたいと思います。まあ、月見マックとケンタと食べたんですけど、まあ、ロッテリアもやっぱり食べとこうと思って今日は用意してみました。いただきます。めちゃくちゃ美味しそう。ロッテリアの月見も超美味しそう。はい、じゃあまずはでも今日のドリンクいきたいと思います。こちらですね、ザ・クラフトコーラ。なんかもうちょっとでっかいグラスの方がいい。うん、なんかナツメグとシナモンの味が結構します。普通のコカ・コーラのコーラより甘みはちょっと少ないかなって感じします。体に良さそうなコーラの味がする。色もちょっと薄いかな、普通のコーラより。でプラス最近ハマっていますプレミアムモルツ飲みます、飲みます。黄金です。上手、すごい継ぎ方バレながら。あー、冷えたビールは最高だ。このプレミアムモルツのカオルエールが最近一番好き、飲みやすい。でハンバーガー食べたいところなんですけど、まずちょっとこのシャカシャカポテトしましょう。今出てるフルポシャ、あ、フルフル、フル、フルポテです。シャカシャカポテトは、ロッテリアは違いますね。フルポテです。バター醤油風味だって。この中に、ポテトが入ってます。この中に、これを入れます。そして、シャカシャカ。あ、フルフル。バター醤油風味です。美味しい。ロッテリアのポテトとはちょっとなんか細い感じしますよね。外側はカリッとしとって内側はねしっとりしとって美味しい。なんか冷えたも一番美味しいかも、もしかしたら。どうだ、じゃあ食べていきたいと思います。ロッテリアのね月見は、月見の絶品チーズバーガーと月見のエビバーガーと月見のリブサンドが出てました。これをね全部ね2個ずつ買ってきた。月見の絶品チーズ、美味しそうですね。このパティがね黒胡椒が効いとって香ばしくて美味しい。なんかロッテリア久しぶりに食べたけど美味しい。絶品だからか、なんかパンもバンズもね美味しいです。卵の黄身がとろけてきてる。ソースはテリヤキバーガーのソースみたいな感じで甘辛くて美味しいソースです。うまい。ビールとハンバーガー最高だね。私何とビール全部最高って言ってそう。これは絶品チーズバーガーです。あー、ちょっと見た目は地味なんですけどね。でもなんかその野菜とかが入ってないけど一つ一つの個性が際立ってるぞって感じですね。勝負してますね。うん、美味しい。なんかシンプルな味ですごい美味しい。ソースとかかかってないもんね。うん、ほんとなんかシナモンの味が結構します。このコーラはクラフトコーラ流行ってますよね。でもクラフトコーラメールですか。こんにちは。
うちの可愛いメルちゃん。メル。可愛いすぎるですよ、うちの猫は。メルの音声作ってあげる。メルスペース。眠そう。てかフレポテ食べる前に普通のポテト食べるべきやったね。 L サイズのポテト。やっぱフレポテ食べた後はちょっと味が薄く感じる。でもバーガーのお供だからこれでいいのかな。これは多分スパイシーマヨチキンバーガーです。多分。美味しい。ちゃんとスパイシーだ。ちょっと辛い。マヨネーズと辛いソースが入ってていい感じに調和してます。野菜もシャキシャキですね。はい、こちらはね、和風リブサンド、違う、和風半熟月見リブサンドポークです。ロッテリアはこのリブサンドっていうのがね、ありますよね。まあ、バンズがちょっとハード食感です。月見はソースが美味しいですね。甘辛くって。リブサンドって何を称してそう呼ぶんだろう。ちょっと調べてみる。ギブ、あ、アバラ肉に見立てたポークパティを照り焼きソース、オリジナルバーベキューソース、オリジナルハリーマスタードソース、レタス、スライス、オニオンともに全粉粒入りのソフトフランスパンで挟んでいます。そっか、アバラ肉という違いなんですね。じゃあお肉に違いを見出さないと私いけなかったですね今。まあでも私普通のパティの方が好きかも。これも絶品チーズ月見です。ソースが好き。甘辛くて美味しい。やっぱチーズも濃厚ですね。絶品だから。チーズの味が濃い。ポテトはチーズもそんなにパサパサしないかも。でも絶対あったかい方が美味しいけど。だからちょっと一旦温めます。これが半熟玉照りバーガーですね。電子レンジのリッキー。ポテトってやっぱあったかい方が絶対美味しいよね。鉄は熱いうちに打て、ポテトは熱いうちに食えですね。で次は和風半熟月見エビバーガーです。おー、ブロッコリーが入ってるんだエビバーガーって。あれあれ、これ普通の普通の違うわ。月見じゃないわ。あ、なんか私自分で注文して結構忘れてるんですよね。いや、これはエビブロサンドのエビバーガーです。エビブロってエビにブロッコリーでエビブロだったんですね。
でもブロッコリーとエビってなぜか合うよね。なんかブロッコリーが入ってるサンドって珍しくない？ちょっとハンバーガーが冷めつつあるから温めてくる。やっぱり食べ物って温かい方が美味しい、何事も。はい、温めてきました。でも電子レンジあるあるで、ちょっと温めすぎて熱い。はい、こちらが和風半熟月見エビバーガーです。エビバーガーも月見なんですね、ロッテリアは。やっぱロッテリアエビバーガー有名ですもんね。ソースはタルタルだ。美味しい。でも月見はやっぱりパティの方が合うかも。でも月見とエビカツは美味しいから両方合わせたいなと気持ちは分かります。お前誰って感じですよね。こちらがバーベキューマヨバーガーです。なんか定番のバーガーって感じがする。バーベキューソースがちょっとスモークっぽい感じの味がしますね。絶品バーガーのバンズって明らかに絶品バーガーのバンズの方が美味しいわ。まあ私はね、なんかちょっともっちりしててすごい好き。はい、で最後は和風半熟月見エビバーガーです。エビ月見です。ソースはタルタルだね。うん、最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。でロッテリアの半熟バーガーも美味しかったです。私が一番好きなのは半熟玉照りバーガーでしたね。やっぱり照り焼きソースって素晴らしいですね。いや、とっても美味しいのでぜひぜひ皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。いやー、私ちょっといろいろ全部の月見バーガー食べちゃったからな。でもなんか一番最後に食べたロッテリアの半熟照り玉が一番美味しかったかもって気がします。でも一番最後に食べてからそう思ってるだけかも。印象が一番強くて、いや、とても美味しいのでぜひぜひ皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイート&スマイル。で皆さん、うがい、手洗い、マスク、ソーシャルディスタンスしっかり対策して早く平和な世の中を取り戻しましょう。バイバーイ。はい、じゃあ本日食べたメニューは半熟てりたまバーガー、エビ風呂サラダのエビバーガー、和風半熟月見絶品チーズバーガーを2個、バーベキューマヨバーガー、フレンチフライドポテト、絶品チーズバーガーで、和風半熟月見リブサンドポークを2つ、和風半熟月見エビバーガー2つ、スパイシーマヨチキンバーガー1つ、フルポテのバター醤油風味を食べました。まあビールもあったし、とっても美味しくて楽しかったです。じゃあ皆さん、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。